それでは石井先生、お客様の声したいと思います。先生はですね、まあ、あの何期から入ってたんでしたっけね。もう今8期ですけど、はい、5期です。5期ね、はい、5、6、7、8と、はい、まあ、あのまずこの1年の変化をね少し教えていただきたいと思うんですけど、1年前と今どんな変化があったんでしょうかね。1年前は生徒数が27名ぐらいで30名いかなかったんですけど、この1年間で40人超えました。今42、3ぐらい。素晴らしいですね。月収ベースにするといくらになったんですか。12万円ぐらい。すごいですね。でもすごいのはもっと本当はすごくって、初めからするとものすごいあの差が出たということで、そもそも5期来る前は生徒数どのぐらいでしたっけね。15いかないかな、10何人、19だったかもしれないし、ね、そんなのが今42で、うん、もうね、2、3倍になってしまったと。もう月収レベルでいうと、動き入る前から比べると、どれなくなる25万円くらいアップしてまあもう、すごいですね、もう高級月収取りになって、ね、まあ、自分の中で、まあ、何が一番こう気持ちの変化とかでは、あのマインドの変化で挙げられますかね。いっぱいあるんですけど、ここ半年ですごく変わったのが、私はピアノの先生ですって堂々と言えるようになったことが一番大きいかなと思って。もともとピアノ先生じゃないんですよね、先生はね。私はフルートでなの で、うん、でそうするとなんか私はフルートだし、でもフルートでは食べていけてないしっていうのがすごくモヤモヤしてて、うんうん、だからこう堂々と私はフルートですってことも言えないし、うん、ピアノですってことも言えないし、うん、って思ってたんですけど、最近はもう堂々と私はピアノの先生ですと、うん、ピアノを教えてますって言えるようになりました。はじめやっぱフルートの先生ということで引け目はあったんですか、ピアノの他の先生に対して。うん、すごくありました、うん、じゃあそこを乗り越えて、うん、今でも堂々と私はピアノ教えてるのよっていうことが今言えるということで。私レッスンうまいんですよ。いいですね。いや上手だと思いますよ先生。もういろいろ経営その他もね本当にあの上手だと思います。はい、あのこの塾はどの方におすすめですか。と自立したい人におすすめしたいなって思います。自立できたんですよね自立というのはね、ピアノの先生の自立でやっぱ第一に挙げられるのは収入的な自立、こう扶養からね出て、あの自分でちゃんと税金を納めてということで、ピアノを買いそうですよ。もう一つ成果としてはなんか素晴らしい楽器を購入されたそうで、あでももうそれはもう1年前なんですけど、うんうん、シゲルカワイを買って、うん、あの全部お支払いを終え、あすごい、それはすごいですね。2回払いで、はい、かっこいいローン組みたくないので。なるほどなるほど、うん、じゃあそんな未来もね待ってるということで、本当にありがとうございました。ありがとうございました。は